社長だったら絶対にやるべきこと、自社の組織レベルを知る方法とは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。組織にはレベルというものがあります。未熟な組織もありますし、成熟した組織もあります。今回は自社の組織レベルを知る方法をですね、分かりやすく解説します。そしてですね、社長であればですね、絶対ですね、この自社の組織レベルがどのぐらいにあるのか、それを知っておくべきだと思います。これから紹介する方法は、別に私がこう編み出した方法ではございません。私がですね、もう、かれこれ17年ぐらい所属している中小企業家同友会という経営者団体があります。その団体で、まあこういうふうなですね、組織のレベルを知るというふうなロジックがありまして、まあそこでいろいろこうチェックしていくと、大体自社の組織レベルがどのぐらいなのかっていうのがわかります。今日はその概略を紹介したいと思います。で、大きく分けて項目がですね、5つあるんですね。大項目が。まず1個目が経営者の責任ということ。で、2つ目が経営理念を実践する過程。で、3つ目が人を生かす経営の実践。4つ目が、市場、顧客及び自社の理解と対応状況。で、最後5つ目が付加価値を高めるという。この大きく分けて5つの大項目があります。で、そのちょっとね、全部は今日紹介できないと思うんですけども、まず一つ、経営者の責任。これ非常に重要ですよね、社長であれば。で、この中項目でじゃあどれぐらいあるかっていうと、まず1個目が、経営理念の成分化と社内の共有。要は経営理念をね、皆さん方作ってられると思うんですけども、あとはミッションとかビジョンがありますね。それをきっちりと言葉で表していて、で、社員全員と共有してるかってことですね。で、2つ目。社員との信頼関係の構築。で、3つ目が経営者の自己変革。で、4つ目が、自社の経営の主要数値の正確な把握。最後5つ目が企業の社会的役割と責任の自覚。この中項目があります。で、これで判断していくんですけども、分かりやすいところで言いましょうか。例えば3つ目の経営者の自己変革。これにはレベルが6段階あります。まず一番低いものが経営者としての自己変革の必要性を全然感じてない、認識していない。つまり自己検査していない状況。で、その一個上が経営者としての自己変革の必要性を認識はしているが、その取り組みは場当たり的であると。まあ、気が向いたらやるとかね、そんな感じなんでしょうね。で、その上、経営者としての自己変革に取り組み始めているが、その対応は個別的かつ部分的であると。で、その上が経営者としての自己変革を計画的、統計的に取り組み、全社的にリーダーシップを発揮させていく。で、だんだんやっぱレベルが上がってきてるのがわかりますね。で、その上ですね、5段階目です。経営者としての自己変革を計画的、系統的に取り組み、やり方を定期的に見直し、社内に成長意欲の高い社風を作っている。で、最後、一番上のレベル。経営者の自己変革のリーダーシップが発揮され、社内に成長意欲の高い社風が確立され、社内外の信頼が高いっていうね。まあ、この6段階に分けてるってことですね。あとはこれも分かりやすいですね。社員との信頼関係の構築。これは6段階に分けるとどんな感じになるか。まず一番下ですね。社員の意見を経営に反映する必要性を認識してないっていうね。もう社員はいいんだと、意見はっていう感じでしょうか。その上の上になると、社員の声を活動に反映する必要性は認識してるが、その対応はまた場当たり的ですね。で、その上、社員の声を反映する必要性を認識しているが、仕組みが不十分で、その対応は、個別的、部分的ってことですね。で、その上、社員の声を活動に反映する仕組みがあり、全社的に取り組まれている。これ素晴らしいですね。で、さらにその上になると、社員の声を活動に反映する仕組みがあり、全社的に取り組まれ、定期的に見直されている。で、一番レベルが高いのが、全社的な仕組みとともに、経営者と社員の信頼関係が構築され、対外的に評価されているっていうね。まあ、非常に本当レベル高い感じがしますね。
まあ、こんな感じでですね、今日一つ経営者の責任っていうの中の、まあ、代表的なこう中項目とそのレベルがどういうのがあるか紹介していきましたけども、まあ、こんな感じで全部でですね、9の13、17、全部で22項目あるんですね。この22項目をこう6段階レベルで評価していって、まあ自分、そして自社がどこに当てはまっていくかで、自社の組織としてのレベル、そして経営としてのレベルが明確になっていくってことなんです。で、こういうふうな、まあ組織診断とか経営診断っていうのはありそうで意外とないんですよね。例えば経営コンサルタントとか税理士さんとか、まあ、その他もろもろいろいろいると思うんですけども、そういう人に聞いてもですね、なかなかこう全体まで行くとちょっと分かんない部分っていうのは結構大きいと思います。ですので、それだったらこういったですね、中小企業家同友会でこういうものをですね発表していますので、これだったら自分でこうできます。そして面白いやり方としては、これまあ経営者がこれをやるパターンと、あとは経営幹部がやるパターン、そしてまた末端の従業員がやるっていうふうに同じものをやっていくと、結構別々の高評価になるんじゃないかなっていうことで、その別々になるとは一体何なんだっていうね、そこにまた何かこう経営課題の一つとして見つかる可能性も出てきます。まあこんな感じで使うとですね、自社のレベルも分かってて非常にいいんじゃないかなという気はしておりますので、私もこれはですね、コンサルやるときに使わせていただいております。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。